はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ちょっとわちゃわちゃして申し訳ございませんということで、本日はキコーナ神戸鹿の子大店からね、生放送させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのなんか真ん中の人、見てくださいっていう名前になってますけど、これどういうこと？見てください。見て、もうずっと見といたらいいの？いや、あんまりちょっと恥ずかしいです。恥ずかしいんかい？はい。お腹を見てくださいってこと？もうさっきからわちゃわちゃわちゃしてるけど大丈夫？ほんと。はい、ということで今日は3人でやっていきます。じゃあ自己紹介またお願いしてもいいですか？お願いします。はい、誰からいきますか？自己紹介。はい、鹿の子大店店長の村谷と申します。はい、お願いします。します。はい、はい、じゃあ次。はい、鹿の子大店主任のバタコです。よろしくお願いします。はい、お願いします。バタコです。バタコです。大阪のなんかおっちゃんみたいなね。はい、最後。はい、鹿の子大店の社員の深見と、あ、深見じゃない、ジャリベルと申します。なんて深見優太。カリメロで前回出てましたね。はい、トミーと一緒にあの金色のタイツで、あ、そうです、お出迎えした方やね。はい、あれどうやった？なんか言われた？ジロジロ見られた？お客様から絶対暑いやろうっていう。あ、そうなんや。優しいね、みんなね。あんな冷たい目じゃなくてよかったね。でも、はい、前回も出ていただいているので今日もね、3人でやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しします。じゃあこれ見てくださいってなってるから何見たらいいの、バタコさん？どれ見たらいいの？そのままこちらを。こちら見たらいい？はい、じゃあ教えてください。はい、もう今日になっちゃったんですけど、うん、教えて。わちゃわちゃしてんな。段取りが。わかんな、今日。頼むで、和田子さん頼むで。はい、10月10日ですね。はい、10月10日木曜日10時オープン。はい。なってます。はい。はい。で、当店がグランドオープンしたが2008年3月の10日、はい、グランドオープンとなってます。はい。はい、明日は店長を筆頭にスタッフ一同、はい、お客様。はい。お待ちいたしております。はい、お待ちしております、はい、あと、入場方法がちょっと変わるんですかね、明日はね。はい、はい、まあ、じゃあこれ、P ワールドにも載ってるのかな？載ってますね。はい、はい、まあ、ぜひあの詳しいお知らせは P ワールド LINE、Twitter 等でチェックしていただいて、はい、朝一からぜひ、鹿の子大店遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。大事な見てください、落ちましたけど演技悪くないって言われたけど大丈夫です。大丈夫ね、はい、はい、これからまた挽回していくということで。はい、じゃあ今日はこんな3人なんですけど、じゃあ打つ台をちょっと誰から教えてください。今日何打つの？ハーデスと、はい、絆です。ハーデスと絆。まあまあ12月で、一応お亡くなりになられる台なんかな、この劇種。そうですね。じゃあハーデス、じゃあ打つ人は？はい、あれ、ハーデスだった。そうだ。あ、いいよ。あ、あ、違うんですか？え、打ち合わせしといて。じゃあ一応ハーデス1台と絆2台なんですけど。いや、僕絆がいいです。そう、カリメルは絆がいいらしいわ。絆が打ちたいがためだけに出てきたんで。どういうことやん。じゃあまあもちろんあれやな、無双一戦とかさ、振動術とか出すってことやな。そうですね。あ、フリーズをほんまに引けたらなと。大きく出たね。フリーズ引くまで帰らんでいいって言ってるんで。あ、なるほど。じゃあもう朝までなるかな、はい、今日。放送はもう途中で切っていいっす、ね。あ、わかりました。じゃあもう一人で、居残りでね、はい、どうなったかはツイッターかなんかであげといてもらったらいいかな。はい、じゃあ絆打つのが、カリメロと天井でいいの？じゃあ。はい。あ、じゃあバタコさんは、ちょっとソロプレイになるけど、ハーデス一人で。はい。いいかな？はい。わかりました。じゃあこの3台で今日やっていきますんでね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、打っていこう。はい。はい、お願いします。ゴッドか、はい、フリーズか。はい。ゴッド。そういう戦じゃあかんすね、振動術。そうやな、振動術もね、難しいけどね。まあでも2台回してね、ちょっとどっちかなんかしますわ。なんかしますわ。そうそう、まあどうなる、確率的に言うとあれかな、やっぱゴッドがまだ引きやすいのかな。そういうね、あのバジのフリーズとかよりは8100何倍だっけ、92分の1やったっけ。そうですね、そうですね、はい。じゃあ早速ね、打っていきましょうか。まあゴッド引いたらもうね、勝ちみたいなもんやから。ゴッドは絆に関してはね、ちょっと難しいところもあるけど、じゃあこんな感じでやっていこうかな。フリーズ引いたことあるんすか、絆で？どうなんやろうね、お二人どうなんですか？ないです。ないや。ないのに大きく出る。ないんか。フリーズは結構しょっちゅう引いてます。あ、絆のフリーズは引いてんの？あ、そうなん？店長は？
あ、結構フリーズ絆結構打つんで。あ、そうなんです ね、 ね、大丈夫。まとこさん、ゴッドどう？ハーデスは途中で父親に変わったんですけど。お、ちょっと待って、いきなり確定きたで。はいな、あ、なったんで今。あ、おまこれあれね、移植やったら、あれね、AT 確定やったね、確かね。そうですね、移植やったら確定ですね。そうそう、昨日ね、バジキズの配信の時にあの視聴者に教えてもらった。いや、移植やったらね、幸先いいけどな。いきなり当たったな。何で当たったん？え、チャンリプで。あ、チャンリプ。巻物一発です。あ、移植やからこれは。入った。AT 確定やね。まあ、玄之介でいく？これ結構さしてなかなか難しいかな。じゃあ幸先いいんでね。じゃあちょっと頑張って。またはオールベルとか。オールベル、あ、言うたな。オールベル頼むで。じゃあサムネ大丈夫って言われて早いな。だからこのままで、このままで終わってしまうと、あの今のが YouTube のサムネになってしまうけど大丈夫か。もっとええとこ見してもらいたいな。頑張ってもらおうか。じゃあ、ね、サムネ OK って言われてますけど、仕込んだなって言われたけど、仕込そうやな。まあスロットはな、仕込めるからな。まあ一応今のは普通に言ったって感じだけどな。巻物後期は熱いって言われてる。さっき一回ちょっと主人ベルでなかった。ちょっとバタコさんもあれやで、ゴッド熱い展開来た、教えてよ。はい、ゴッド、はい、あれハーデスは大丈夫なん？バタコさんは。ハーデスはもう全部わかります。あ、じゃあ全部ってほどじゃないですけど。まあまあまあ、基礎知識はわかるってことね。ちょっとね、実は見られてないうちにしれっとあの4回連続演出外してます。外しとんかい。あれカリメロウーハーなりましたよね、確か。なんかドーンになってたけど、あれ、いやもうびっくりするからさもう嘘ついたんかと思った。ウーハー鳴ってない疑惑ちょっと出たけど、よかったよかった。まあまあこれで、はい、AT 入ったんで一発目。よかったよかった。あれゼロでね、もう確定してんのに入ってないとか言っても嫌やん、はい、この笑顔はいつまでもつかない。オールベル言ったからもうダメじゃんって言われた。いや、まだチャンスあるんで。まだチャンスある。ウーハー鳴らなかったって言ってますけど、鳴ってたと思うねんけどな。確か鳴ったと思うんですけど、ちょっとチャンスアップがなかったんで怖かったです。もう脅かすなって言われた。ちなみに今日絆で無双一戦行かないで同術チャンス入りました。どういう仕組みだったか全く分かりませんって言われますね。同術チャンス、無双一戦行かずに新同術の方行ったんですね。直撃じゃないですか。あ、直撃ってこと。これ設定差あるんしたっけ。いや、それは設定差はなかったです。なかった。じゃあもう直撃で新同術に行ったってことか、はい、結構レアじゃないですか。じゃあレアっすね。ね、だいぶ薄いっすよ。だいぶ薄い。あ、店長も発展したね。だいぶ薄いところらしい。フリーズ早ないいやフリーズなー、なかなか難しいけどね。あ、直撃薄いとこ引いたんだよ、すごいねーっていうねコメントいただきましたね。ということは勝てたのかな今日はね。バタコさんはゴッド出したら2人に股間ハリセンやろうぜまあまあ、いやまあまあ確かにゴッドな、ゴッドもなかなかこのファイ身長に引くっていうのもね難しいけどね。8000分の1。そう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 、ね、なここはもう持ってるか持ってないからはもう顕著に出るかなと思うけどね。バタコさん見せてもらったことないけど確かに確かにあんま記憶にないような気がする結構出てるけど見せてもらったことない。ああ確かにな。店長ハーデスで八尾の時に宣言物乗せしてましたから、ね、デジャブでめっちゃ乗ってためっちゃ見てるやん。そうですよね。いやまあ配信本当ね持ってるか持ってないかになるからな。あんまり設定関係なかったりするからね本当。そうですね。もう結局外戦とかでもフリーズとかだったらもう引きつよ。そうそうそう、本当そうなる。ハーデスモードいいですかバタコさん。いや今のところモード良さそうな雰囲気はないですまあ通常ってことかはい、じゃあねコメントをもらってるから読んでいきますよ。どんどんね今日もコメントください。倉敷からありがとうございます。標高高い鹿の古代今日寒いでしょうということでね。てかそうですね、あの急になんて言うんやろう、秋と冬の中間ぐらいが来たなーっていう感じですよね。もう終わり単発単発か。あ、なんか昨日の放送思い出したな昨日の放送単発朝日あのね最初引いたけどそのまま6スルーしてたからね
あ、でも店長いいですね、化け物。化け物はいいですけどね。はい、さあどこ行くかかな。店長、幻の11スルー見せてください。それ時間ないやつ、逆に難しいですね。昨日ね、1時間で7スルーぐらいまでは頑張れたね。ただ7スルーかよっていうね、面白かったけどな。まあ全然1時間以内じゃ7スルーあるってことやなっていうのは分かりましたよね。寝落ち前の一服をしながらこんばんは。でね、いつもありがとうございます。こんばんは、福島から。でね、犬使いは誰だってことで、今日はバタコさんがね、ケルベロスキャンキャン言わせていただけると思いますんで、まあ頑張れたらダディとかも出したいんですけど。ダディお父ちゃんね、お父ちゃん見たいけどな、久しぶりに。でも、あの彼みたいに大きいことはちょっと言わずにおきます。いや、まあ、まあ、一応ちょっと単発で終わってるからな。岩手からこんばんは。ダディでも、紫でもやっぱ見せ場にはなるよね。そうだな、確かにな。まあ、ゴッドとは言わずね、とりあえず、ゴッドゲームは見たよね、最低でも。そうですね。イボ切った後の小指は固定です。あ、なんかね、昨日コメントで、イボが、イボの手術をするってね、小指のところの。痛そうやけどね、大丈夫でしたかね。めっちゃ寒くなりました。でね、南の方はまだ冷房つけてますよーってことで、これはあれか、九州とか、あれか、沖縄の方かな。冷房つけてんのか。さすがにちょっともう冷房は寒いかな、関西ね。寒いですね。もうちょっと長袖そろそろ、着たいなーっていう感じにはなってきましたね。はい、鹿の子じゃなかった定期、鹿の子代ですね。はい、鹿の子ってよう言われるけどね。言われます。鹿の子でもいいですよ、本当に。鹿の子でもいい、はい、覚えやすいのがいいよね。割と可愛いんで。可愛いね、確かに。凶暴な鹿はいないはずですけどね。店長、鹿の子代のサンドは諭吉投入できるようになれましたか。なってないですね。なってない。まだちょっとあれかな、両替していただく感じかな。残念ながら。ね、来たバタコ。ね、バタコさん、お腹まあまあやなって言われてますね。さっきね、結構ポヤンポヤンってしてたけど。そうなんです。え、まだ太った？そういうわけじゃない。いや、まあ現状維持って感じ。現状維持。あと太った人大体現状維持って言うよね。はい、キョちゃん中毒者でーすってね。金タイツトミーは白い目で見られてたけどねということでね。カリメロ君はやっぱりこうあれなんかな、こう可愛がられるタイプやから、頑張れよって感じで見ててくれたんかな、分からへんけどね。そうですね、お客様からは、はい、結構温かい目で見ていただけてよかったね。カリメロ君はね、はい、鈍感なんで多分。あ、なるほどな、いい意味の鈍感やったらいいですよね、はい、変に意識しないでね。途中気に入ってそこだけでよかったんですけど、一日中カウンターで来てましたね。もう俺を見てくれっていうね。はい、逆に嬉しそうにしてました、ね、なん別にハロウィンでも何でもなかったんやけどな。まあでもね、もうすぐハロウィン近いですからね、カリメロ君なんかやってもらってもいいよね。そうですね、ハロウィン。なんか着たい衣装とかありますか。いや、特にはなんかそういう、なんていうか、仮装とかコスプレとかそういうのやったことがないんで。あ、なるほど。あ、じゃあこの間が一応 初めてやったの。そうですね、金タイツみたいな。はい、金タイツが人生で初です。まあまあフィットして気持ちよかったんですよ、逆に。あれピチッとしてるもんね。そうですね、ね、逆にあれ冬とか来たらちょうどいいかな。冬な。もう確かにちょっと厚みあるからな、はい、夏場ならちょっと暑そうやもんね。そうですね、暑かったです、ね。確かに。今年の鹿の子代周年行きましたよ、2番引いて絆折ったよってことでね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。山田、まだその時は僕いないんです。そうやね、店長は、もう2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい今ですか。はい、もう半年経ちまして。あ、もうそんな経ったんや。あっという間やな、早いですけど、ね、4月からなんで。またもし新店長になってからね、来てない人は来てください。あ、赤文字ですね、これ。これは当たるでしょ。さあカリメロ君に続き甘い。おー、めっちゃスルー。大丈夫今日。そんなん言ってて、あれやね、カリメロ君とバタコさんがちょっとチャンスかな。カリメロ君も今赤かった。赤かったね。いや、でも外れると思うんですよ。外れると思う。当たった。当たったやないか。よかったよかった。まあでもちょっと今回はね、ウーファーないから、どうやろう、自力になるかもしれないね。あとちょっとゲーム数数えるの忘れたんですけど。忘れとった。確か7ゲームと9ゲーム以降は AT か。お、同色や。あ、ここ光ってたら、はい、生振動術なんで。なるほど、光ってないぞ、大丈夫か。光ってないぞ。光ってから言って、光ってから。まあ、これも
それを見せてくれたらいいですよね。そうやな、ダブルゾロで刺したらいい。もうカリメルコンは絶対あれなん、このバジレスクチャンスは玄之助一本なん。いや、ホールの強いホールさんやったら玄之助でいいんですけど。なるほど。基本はおぼろ一択です。おぼろちゃんなんよ、チャンス告知、あ、ないでね、あと告知やね、おぼろちゃんはね。あの、ボードとかテーブルも全部明るい。これはいけるやろ。お、店長も来た。あ、僕じゃないですよ。あ、じゃあ、カリメロ君が。あ、これ、撮りました。撮りました。めっちゃ楽しそうやな。なんか前回よりか口数が。お前やな、前回の時ほんま、全然ほとんど喋らなかったけどな。カリメロやったら。いや、もう、喋りますよ。いや、まあ、絆やったら出たいって言ってたからな。贅沢な社員さん。お前やな、もう、ええとこ見してよ、ほんと。カリメロやったらって言われてますね。絶対フリーズ引く。カリメロ君、昔、某店舗でやってた、15分ごとに1回ネタやってって言われてますけど。ネタ。ネタですか?15分に1本。なんかあれかな、こう。一発芸やったりとかね、なんかそんなんやってたなんか店舗もあったけどね、まあやってた店舗はちょっと頭のネジ外れてたスタッフさんいたから本当に、はい、普通の人はちょっとなかなかできないけどね。いやでもこれで2回目かな、カリメロ君ね、入りそうやね。さあバタコさんが淡々と追ってるけどいや見せ場がこうなんですね、全く。いやもうね、もうだって言うてやっぱもうゴッとゴッとしかないもんな、はい、プチュンか全回転か、なんかその一発でいいよ。そうやね、もうプチュンプチュン来ないとね。あ、赤やね、いいですね。これは入るわ。カリメロ乗ってないんやないと思いますけどね。いけるいけるな、赤やもんな、赤文字。あー、ボタン出た。あかん、ちょっと弱いっす、弱い。いやいやいや、おお2回目早いな。同色巻物は外したらあかんやつ。おおお、チャンス、いつものやつ白ランプ全回転フリーズみたいなっていうコメント来てますみたいなどんどんハードル上がってる。おお、もう一回。多分これキナナさん連にもしかしたら刺さったかもしれない。刺さった。あー、刺さった臭い。刺さった臭い。ロテンジョもいい感じですね。赤ランプですね。おー、いいですね。なんか急に3台とも動きが出てきましたよ。まあ、チャンス、チャンス、ハーベスは。今、黄色扉ですね。これ何やったっけ、全長やったっけ、プレートス。おー。バタコさん曰く刺さったって言ってますけどね。いや、刺さったかもしれんぐらいです。キナナ3連でもしかしたら、か右斜め上がりのキナナで刺さってるかのどっちかですけ どっちか。ただハーデス割とガセ店長でもプルート行きたがるんで。なるほどね。ちなみにカリメロ君あれやね、赤ついてますね、ランプ。重い広角ついてます。いいなぁ、広角用つくな昨日から。それは全長は天国でね。カリメロは実際のカリメロのコスプレしないのと言ってますカリメロな、まあでも、はい、やってみたいなと思いますね。かわいい、まあかわいいけどな、卵の殻をかぶらなあかんけどなさあ店長、7揃わない。もう一丁チャンス切ら、ダブル。あ、残念。おお、揃った、入るんすね。やったやった。さあバタコさん頑張って一応バジ組はAT には入りましたね。いやー、ガセや。刺さってないじゃんそういうの多いよな。そういうの多い。そんな気はちょっとしてました。さすがや。残念。絆の時期12月に買いたいんですけど、安くなりますかね。赤いのがすごい欲しいです。赤ってことはあれか、おぼろちゃんパネルのやつやったかな。そうですね。イガ、ちゃうわ、こう、イガやね、イガの。イガです。あ、これ刺さってる。刺さって、あ、ほんまや。よかったよかった。入った、入りました。さあワンワンやめて、ワンワンやめてよ。お父さんで、お父さん。いやまあでも、ジャッジ見えおはようございますって言いたいんで。前足が見えるイメージしかない。前足ワンワン王はやめよう。あの踏み込みがもうすごいイメージ。いやもう犬こいって言われた。おはようございます。ワンワン来た。いやもうおはようございます。いやもう安定のワンワン。ああ、しゃあないな、ポチ来たよーってます。ワンワン来た、おめでとういつも通りやな。
せめて 嫁まで行ってほしかったな、安定のいる。これはもしかしてエラー吠えてるけど犬50っすね、犬50安定のサヤベロス来た、うまい、うまい、おお。店長も負け者で降格入りましたね。頑張れ頑張れ。お、花火柄来ましたよ。これは無双一戦かな。いやゴッド最低やん。無双一戦入る？店長。入るよ。入る？入るよ。お願いお願い。ああ。続けてたらどっかで。どっかでね。あ、またあれだね、高額ついた。最近ゴッドのラインスタンプ使ってるけどめっちゃ便利。まあ大体あれね、スロカスパチンカスの方はやっぱりその機種のスタンプ持ってる人多いよね。わかるわかる。あの絆のスタンプ持ってます。持ってね。好きやな。え、マジリスクのアニメは見てる、見たことある？はい、アニメと漫画全部見てます。全部網羅してんねや、はい、じゃあもうほんまに好きなんやな。そしてあのー王家忍法帳かな、うあれも全部見ました、ね、はいはい、続編の方やね。そうですね、全部見たいや。すごいね。なんか一押しキャラいるんすか、バジシリーズ全部で。あー、ダントツでカゲロウです。あ、カゲロウが好き。まあ、男キャラやったらコシロウですね。カゲロウとコシロウ好き。意外とあれやね、熟女好きみたいな。お姉さん好きやった、リールロックからのゴッドみたいなってね、ハイチーズ。いやー、普通に出したい演出としては、はい、やっぱり赤扉出したいですよね。ああ、なるほど。今、もう今やったらね、開いてしまってるからな。金出してる、金。金。金って、外線カラーじゃなかったっすか。金あるで、俺、ハーレスで一回金出た。じゃあもう、まあまあレアっぽいけどな。カリメロ君、金タイツの時、裸足やったんですか？靴履いてたん？いや、靴は履いてましたね。あ、靴履いてたんや。はい、さすがに。トミーは裸足やったらしいよ。あ、そうだや。足踏まれたらえらいこっちゃやな。皆さん、ゴッドで晴れるや聞いたことありますか？ないっす。ないですね。ないんや。タッチでもね、ほんまなかなかないもんね。聞いたことある人すごい。あ、めぐれね。アメマリアすらないっすけどね。なかなか機会ないよね。結構打ち込んでたとしてもね。ちなみにカリメロ君は次回履いてたね、今。履いてました。すごいな。カノコ台で通常時の扉外しました。扉外しました。ユニバーサルの台で一番好きな台ありますか？あったら教えてください。絆です。やっぱ絆やな、カリメロ君は。店長どうですか？一番好きは、まあ、絆一番打ちますけど、ね。おー言ってたら赤扉来たよ。マジで？うん、今のバタコさんなの。とりあえず隠して。なんで隠す？隠した、隠してないと、うん、ここで否定名が出ちゃうんで。そう、隠しよう、いらんて隠すの。あー、もうこの時点で否定。あー、あれやな、紫やな。あ、フェイク。うわ、まだわからん。うわ、嘘。外した。外しましたね。うわ、ゲイです。でもちょっとあれやな。AT 中の赤扉めっちゃ弱いからね、はい、あ、そうなんや、やっぱ絆なんやな。まあね、店長、ユニバーサルの例で言えば窓まぎもあるし ね、このハーデス、ゴッド、凱旋もあるし、その辺は全部いいっすよね。ねえ、どうやろう、やっぱ絆好きな人が多いんかな。もうなんかゴッドは運試しみたいな印象がすごいあるからね。ガセかなりある。同じ目に合いましたね。それで赤扉外しましたね。打ったもんな。いやー、フラグを建築して、はい、ちゃんと取るまでしっかりしてましたね。50ゲームですけど終わってもうたし。アニメ漫画もあるけど小説の甲賀忍法帳もの読んでみてっていうねコメントありますね。あ、小説あるんですか。そうそうそう、元は確かね小説やったと思うんですよね。だいぶなんかちょっと話があれやだからね、ちょっと若干違うっていうのは聞いたんですけどね。じゃあちょっと今度ネットで調べて。そうですね、ちょっと小説も、うん、見てみて。それで絆降格次回確定してます。いやー、の出てるやん。なんか楽しそう、絆の方が、絆2人は楽しそうや。楽しいですよ、ハーデスも。旅行がすごいウキウキしてますね。すごいニヤニヤしてるね、嬉しそう。いいよいいよ。いやー、もう
大満足ね、やっぱ大事ね、こうスキーでやっぱ詳しい人が売ってる方がね、みんなも分かりやすいからね。じゃあね、ミッションはもうなんか引くねそれもなんかほんまなんか引こう出すこと続くこといらんねん別に、うん、ゴッド、ゴッドはもうちょっと必須あるよな。今でも最大のチャンス外してしまったこの後そもそも来るのかってね、チャンスが。いやもうそんな直撃でゴッドかなんか引いてくれればね、頑張ってほしい。そうやな、実機12月安くなるかどうかちょっと分からへんけどね。まあ昨日のね、主任が言うにはまあもうちょっと時間かかるんちゃうかなとは言ってたけどね。まあもう撤去するのは決まってるから、まあそっからね、こうどんだけ中古機相場の方に流れるかって感じだから。まあでもパネルによってやっぱりちょっと値段変わるでしょうね、もちろんね。何パネルが一番人気あんねやろ。オボロパネルじゃないですか。あのピンク色のやつかな、多分2015年に出たやつのパネル。めっちゃ詳しいまあ確かにね、あれはあんまりそうやね、そんなに台数ないもんね。確かに振動術なら2機転調理論で4台から5台分回さないといけないそうそう、謎の理論あったね、そういう。守れした確率覚えてかな、なんか1台何やったっけな、1000回か2000回回せばいけるとか言ってね。まあ確か5台ぐらい分回さなあかんかったあれやったと思うな。寝屋川南の時もやってましたけどね。ちなみに昨日の、ジュースの主任見たく即落ちで股間ハリセンやろうって言ってますけどね。まあでも一応ね、今絆に関しては2台とも継続中ですんでね。そうですね、今忍法帳も流れてるんでなんか昨日となんか展開が似てるな、ほんまに。広角めっちゃついてるし、いいね。9月低菓子パチで八湯基地近く3度に消えていったのですが、増税前に財布を買い替えてから価値がずっと続いてます。少し破けてた財布仕様はダメだったんですねちょっとあれかな、やっぱこうこぼれていく感じなんかな。やっぱ運気良くないでしょうね。なんかやっぱ風穴開いちゃってるんやろね、うん、風が吹いてるやろね。まあでもね、財布もこう買い替え時っていうのがちゃんとあるみたいなんでね、まあ、ちょっと慎重するのも一つかもしれませんね。ちょっと気分転換になるしね。はい。バトコさん、股間ハリセンチャンス。って言ってますね。はい。今日窓マギ打って、例のやつ確認してきました。ってことで、これ多分あれかな、豊中みなみの装飾を見てきたってことなのかな。なんかネンドロイドっていうね、フィギュアがあって、あれをそのまま立体的にでかくしたっていうのをね、オブジェとして飾ってるんでしたけどね。あれ、窓マギ好きな人はかなり、嬉しいというかね、いいんちゃうかなとは思いますけどね。一日カウンターで金タイツの男がいたら、初めて来た人は二度見したやろあいつないやという。まあでもあったかい。その分、あんまり、まあ、常連のお客様とかもちろんなんですけど、はいはい、あまり見ないお客様とかも全然お話ししてくれたちょっと話しやすい雰囲気出てるやろな。そうですね、結構楽しかったです、その一日は。ね、同僚が仕事暇で困ってて、おぼろのまだですをまだまだ暇ですっておぼろ風に昨日言ってて大笑いしました仕事暇で、そうやな今な、まあ、やっぱ景気いいのはね一部だけなんやろうな。はよ仕事せえって言ったりもう、バタコさん、新しいジャムおじさんとは相性いいですかあれかな、これ声優さん変わったからかな、ジャムおじさんね、確か。なんかジャムおじさんの声されてる方、サザエさんのマスオさんと同じ声の方でね、もう80近かったんかな。で、ちょうど交代して、山寺浩一さんになったやったけど、チーズと同じ声やったと思うねんけど、あの人すごいよね。しまいにもアンパンマン無双やりそうやもんな。ドヤ感がすごい伝わる。これ、あれね、カリメロ君やな。ネンドロイド使われてるんやと。そうそうそう。豊中みなみのね、なんかツイッターから上がってたと思いますけどね。ぜひよかったら見に行ってみてください。途中参加ということでね、ありがとうございます。バタコさん、いつモード転落したんって言われてますけど。しれっと転落しれっと、楽しそう、ね。ゆっくり鑑賞しますということでね、ありがとうございます。もう抜けたん？抜けました。抜けた。そうなん？はい。単発で終わっちゃいました。いやー、どうやろ、ゴッドな、弾けるかな。でも案外ね、こう何もほんまに何もないなとか言ってて、最後のレバーオンでベッて出たりするから、ほんと分かんないけどな。
ただでも、キズナギ台に関しては楽しそうですよ、バタコさん。楽しいですよ、この台も。あ、ほんと？はい。ほんまに？なんかもう、ガンガン天井はもう、子役、レア役、だんだん出てるし。ねえ、なんかうまいこと続いてますわ。ね、ハーデスこそっと設定あげる。当たってる。当たってる。ね、後期また出てますからね。バタコさんの台、モードは良かったよね。そう。ね、視聴者さんは言うほど良かったんちゃうって言ってるけどね。別にモードなんていいやろ。でも、はい、もうゴッド引くしかない、うん、どっちかっていうと重たいとこ狙ってる。ゴッド何も考えてない時の方が案外引けたりする。そうなんやな。そうそう、私ほんとね、もうスロット打たないからな。あ、ドヤメロ終わってるやん。3連で終わりました。まあまあしょうもないか。案外店長の方が続くんじゃないこれ。また入れるんで、まあ、こっからね、6スルーとかなんかね、だったらちょっと笑うけど、まあそれはないだろうと思いますんでね。画面に祝言とか出してね。いや、祝言見たいわ、見たい見たい。狙うのじゃ。お、いいですね、狙うのじゃ。揃わない。まあ、それはな。ビッグマウス、カリメロ。今日は弾ける日、弾けそうな日。最近ちょっと絆相性悪いんで。あ、そうなん。相性悪かった。言い訳しだしたぞ。ほんまや。保険かけよった。でもほんまに絆1日フリーズ2回引いて、おうおうおう、5、6万負けましたからね。あ、そうなん。フリーズ引いても勝てない、勝てなかったんや。はい。あれ、フリーズ引いた期待値ってどれぐらいなんでしょうね。大体2000万から2500ぐらいじゃないですか。あ、平均が、はい、それでも。それで負けた。2回も引いたのに。そうですね。最高レンジャーが多分7連とかそれぐらいやったんで。ああ、あんま伸びなかったよね。はい。ね、店長罰ゲームは激辛カレーを食べさせるんですか。ああ、あの例の。そうそうそう、あれびっくりしたけどね。学校の先生がやってるってどういうことだと思ったけどな。やばいですね。いやいや、もう。しかもあれみたいですね、なんかニュースで見たけど、神戸市のその教員のあの転勤とかは、なんか普通とちょっと違うみたいでね、なんか先生というか、校長先生とかの お気に入りの子をなんか置いとけるみたいな、なんかシステムらしくて、なんか変なチームになっちゃいますね。なんかね、やっぱりお気に入りチームとお気に入りじゃないチームで分かれそうやもんな。カリメロ君、それ、昨日の主任のように股間張り線コース一直線だよって言ってますね。それはちょっと回避します、ね、ガチめに。そうだ、こっから6スルー7スルーいったらもうちょっとやばいよな。さっきの何やったんって展開やからね。歌ったよ。おお、いいですね、店長は絶好調。さあ、バタコさんはもう一回ゴッドゲーム弾けるのか。期待ですね。これは無双一戦。お、すごい、次回誇張乱舞。いやー、弾けるかな。なかなか今同色もないですからね。まあ普通か、普通か。振動術ね、直撃もさっきコメントもらってたからね。あ、同色。今ので上がったかも。順調にね、AT は伸ばしていってもらってますけどね。伸ばしてたらまだ可能性ありますね。あ、そうそう、まあもちろんね、もちろんそうですね。通常落ちるよりはね。バタコさん、ポチにご飯あげよう。ケルベロスさん、ケルベロスよりやっぱ最悪嫁が欲しいよな。僕ケルベロス好きなんですけど。あ、どうぞ。あれ、裏モードもあれやったっけ。なんか、そうですね。ね、超ケルベロスなら結構頑張るんですけど、そうやな、普通のケルベロスもそこでレア役さえ引けたら頑張れる。まあ大体50なんかな、あれ最低保証やもんな。最低言うたもんね、まあ、最低保証50ですけど、まあ体感して80が多い。ほんま、さっき50やったで。まあ、ああいうことももちろんあるんですけど。いやまだ時間あるからちょっともう分回してもらおうね。本当にどうなるか分からへんから。
今のところ本当店長だけやからねちょっと続いてるの吠えないケルエロスはただの子犬かわいいな。まあでも店長さっき言ってたけども前押し出た時点でもう終わったってなるってるなもんなじゃあこれカリメロ君はね絆、まあ、結構売ってるけど、はい、最高枚数、ま、獲得枚数かどれぐらいなんですか歴代8000何枚ですね。あーなるほど。万枚は達成してる機種あるんですか。万枚達成してる機種一応あります。あ、なになに。あのもう撤去になったんですけど、うん、あのスパイキーから出てたハイスクールオブザデッドあそうなんやへで万枚って結構すごい。いやね、なんか絆とかの方がまだ純増が多いからいきそうな感じだけど結構破壊力あるんで。あれそれで何枚やったんですか。あれで1万4000何枚です。あすごいね。転生とかでもなくねえハイスクールオブザデッドかってやってるね。すごいね。店長も万枚は達成してるんですか。万枚ないっす。あ万枚はないんや、はい、最高まあ7、8000ぐらいですか。9000なもありま、ね、あ惜しいっすね。やっぱこういうあれですか。絆とかハーデスシリーズですか。いや、茶まかつですねなんでそんななんかもうあれだあ、でも肛門茶まかつはでもあれか。ブルブル言ってるで。あ、いいですね。あ、バトフさんチャンス再びチャンス。キナナ、中段キナナとチャンスメス入った。いや、わからんす。中段キナナは熱いやん。バタコさん、その代のお父さん、お母さん、今日出かけてるみたいですよ。ああ犬があれか、番犬やからね。ふと思い出して帰ってきてくれる。ああ、なるほどね。みんな、万枚は王道じゃないんですね、と言われてますね。あ、私、割と王道っす。あ、バタコさんは何なん。転生。ああ、なるほどな。と、はい。猪木の。猪木猪木の三枚像の疑似ボーナス。おーおーおー。まあやっぱりでも天性絆ハーデス凱旋か、まあ、この辺はなんかねこう万枚突破率はよく効くかなって感じなんやけど、確かにね店長の代とカリメロ君の代は割とちょっとあれやね、こう面白いところやな。猪木って王道なの王道なのかな。台数そこまで多くないと思うけど、まあでも純増3枚やったらあれか、まあちょっと夢は見れるんか。2回道引く。あ、なるほどな。道フリーズ大きいって言うよね。そうか、結構万枚達成してんねんな。視聴者の人もね、やっぱ絆とかハーデスとかになるのかな。リゼロとかは打たないの、カリメロ君は。リゼロは打たないですね。6号機はまだあんまりその子まで打てない。ちょっとあの触りがたいです。触りがたいでもどうする、もう絆なくなっちゃうよ。そうですね、だったら、絆3、2か出ると思うんで、うんうんうん、それを触って終わりですかね。それを触って終わりあ、なるほど。でも意外に絆3が良かったあれか、続くかもしれへんもんな。そうです。あ、今後期で激アツと後期なんか一緒に出たね。いやでも確定やんでも激アツ結構外れる時あるんで。あ、ほんと。さあ移植青頭ですけどね、ちょっとウーハーなかったからね、 AT 確定ではないですけど。そうです。まあじゃあここはあれ、ま、おおぼろちゃんでいく。おぼろで私は万枚はハーデスと凱旋ですってことで、やっぱゴッドなんやな。今週は絆お別れ放送なのって言ってますねまあでも絆自体はあのあれですよ、12月まではねあの店ありますんで。あの上げしようかと思ったんですけどね。そうそう、店長来てたことに気づいてなかったっす。あ、バタコさん一応またゴッドゲーム多分キナナかチャンメでさせてもらいます。いやー犬以外でお願いします。犬以外、店長来てることに気づいてなかったです気づいてさあ今カリメロ君もね今おぼろちゃんで後告知やから、一応まあお店によってはねこうゴールデンウィークぐらいまで設置も OK の絆もあるんですけど、大体は12月かな。またケルベロスさっきの50よりはちょっと乗せんとね、バタコのとこに戻ってくるのはやっぱり犬だろうね、かっこチーズだもんね、まあ、間違いないね。自分は初代ギアスで万枚行きましたね。私の初万枚はマイジャグ2でした。マジで？マイジャグ2で万枚ってすごいな。それがいっちゃいかつい。
いやー何回出たんやろボーナス。すげえな。これでかいっすよ。おお200いったよ。すごくないっすか。お頑張ったね。200。何で？中段リプレイス。中段リップか。ほらほら。じゃあもうそしてまだ続く。ゴット引くだけ。ゴット引くだけ。280。あ頑張りましたね。これはセルフゴットじゃないですか。セルフゴットじゃん。ゴット頑張って。頑張った頑張った、トンド林から打ってますね。ありがとうございます。名前凱旋で去年の12月に1回だけ出ました。スロー初めて1週間で達成しましたってことでね。あすごいね。 AT 確です。あやったね。出た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 。ドヤメロドヤメロ名前変えようか。ドヤメロにしよう面白いやドヤメロ。スロット打つときはドヤメロやね。いやポチ頑張ったよ。犬もやるときはやるんです。はい、いやでも楽しいっす。ねえ、マーケットつけて、10月でお別れ。自分はハーデスで 1.5 万枚とデレブレで2万枚出ました。シンデレラブレイドってそんな出る機会やったっけ？シンデレラブレイド行きますね。お尻ペンペンで。ああ、なるほどなるほど。めっちゃ乗ってるんで。そうか、もう一撃乗せがすごかったんやろうな。綺麗売り割りからこんばんは、ね、ありがとうございます。今日はあれやな、大阪市の人多いなとまあまあ富田林の人もねいたけど、そういえば皆さんは競馬とかやったことありますか？僕やりますよ。あ、店長やるんや、はい。お二人は？いや競馬はないですね。ないですね。あ、二人とはないんや。店長は、レースを買うとしたら G1 とか重賞なら、あ、G2、G3 も、はい。岩手の G1 があるみたいで、はい、なんか予想してくれってことなのかな、これ。いやいやいや迷ってんのかな。地方競馬ってこと。地方競馬ですね、これ。地元の岩手の G1 南部杯。ああ、ね。私だっていう人いますけど、私だ。あんまダート見ないんですよね。ダート。ああ、なるほどな。どうなんやろ、岩手競馬。岩手な。山田シュクレです、こんばんは。山田シュクレって誰？山田シュクレって誰？シャクレあれでしょ。シャクレ。あそれ、懐かしいっすね。山田シュクレ。誰これ、身内？シャクレ、富田林の子でしょ。富田林の子。ああ、なるほどね。で私だって言ってたからな。店長？店長？何がすか？これ誰誰？山田シャクレって誰？シャクレ山田くんでしょ。山田くんでしょ。誰や、私だって言うからな。これ私らでね、現れる人、富田林の店長とかも私らで現れるからね。ちょっと分からへんねんけど。泣き込む知ってる、ね。なんかウーファーで下切れたんですけど、これ何ですか？初めてです。何が？おっと、ゴットゴット。まあでも多分これキナナ中断で乗るんでしょうけど。上乗せ？取れ高ちゃいます。うん、今取ってるだろ。3桁でしょ。頑張れ頑張れ。お、100ゲーム上乗せきたよ。何のやつ何のやつ。おお、また上乗せ。もうデジャブってるよ。デジャブフリーズ。バタコさんがなんか急に3桁乗せしだしたよ。100でもうまい。上乗せは分かった。まあ、これでジャッジメントですね。あ、ジャッジメント引いてる。おお。ゴッドは引いてないけど、ゴッドバリにいろいろ。そうね、バツバツ上乗せきてるな。ハーレス、ハーレス。ダディ。お願いお願い。犬以外、犬以外。お父さんにいただけ売る？お父さん。やばい、お父さん、お父さん来い。でもゴッドやないやん。三連ポチ、わお。チーズ？ワンワンを、そうです、チーズ呼んできました。チーズか。デジタル回ってたら熱かったかもしれない。そろそろセポネちゃん見たいけどな。ワンワン。三連続ワンワン。ゴッド引いてもありますからね。まあ確かにね。でも90ゲームね。犬割と得意なんで。割と得意なんで。ちょっと3桁乗せてくれて。
まあでも都合458までいった。あ、すごいですね。じゃあもうこれで一撃1000枚突破。これで1500枚近くいきますね。あ、すごいな。やっぱ純造高い台は早いな。ポチ飼い鳴らされとるやん。やっぱうまいことあるよね。カリブル君単発抜けかこれ。さっき入り、さっき入りました言うてなかった。あの五代ドヤの集まりやん。ドヤ子さんになるよね。ドヤ子さん、ドヤ子さんとドヤメロ。ドヤるほどではないです。謙虚になった。謙虚なママ子さん。そうか、なんか出だしはカリメロ君調子良かったけどな。店長うまいねーって言われてますね。確かにね、ずっといい感じで引いてますからね。合格少ないんですけどね。ねえ、合格の時は捉えてますね。安心して打てるパターンですね。どやさどやさ。ただもう引きたいのは違うんですよ、ね、そう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 。ただただ普通にあの勝ちパターン見せてるだけ。一発だよ。何か見せてやりたい。ドヤメロ君おとなしになったなって言われてるで。いやドヤメロ君言われてるで。いやでも絆効果を本当に活かせないと絆しんどいんで。なるほどな。店長は全然そこを救って、あんまりなくてもちゃんと救えてるってことやな。まあ、店長引き強やと思うんで。店長引き強。ドヤメロ心置きなくハリセンしようって言われてる。確かに。パサボン。カリメロフリーズお願いって言われてるね。任せといてください。まだ時間あるからね。回してる限りはあるからね。店長ももう言うて1000枚いきそうやもんな。ここからね、ちょっとさすがにカリメロ君に1000枚頑張れとは言わんけど。いやもうフリーズしかないよ。まあそうやな、もう一発逆転はもうフリーズしかないか。直撃振動術かフリーズかどっちか。ハードルごっつ上がったね。今日もすぐぐらい。あの無双一戦中にフリーズも引いてみたんですよ。ほうほうほう。引いてみたって。引いてみたんですよ。YouTuber みたいな。おい、引いてみた。あの、一回も引いたことないんで。あ、そうなんや。じゃあもし店長があの無双一戦入っちゃったらちょっとやらせてもらったらいいじゃん。あ、フリーズ引けるかどうか。いや、いやいや、いやいやいや、自分で引きやがれって言われた。いやちょっとなんか乗ってきたな。ねえ、なんか本当に店長の絆とバドコさんのドットはいい感じですね。そうですね。ワンワンがね、思いのほか仕事してくれたから、はい、まだ今日、犬しか見てないね。犬犬でも勝ちパターンは、まあ、あんな感じなんやろうな、はい、きっとね。あれがもう50ばっかりやったら、やっぱちょっとこうまあ、しんどいですね。しんどいよな。いや、ほんと店長の台、ええよな。でも弱地なんでね、これは外れる。ちょっと弱いかな。あ、残念。まだストックあるでしょ。ありますね。うん、店長の絆もしかしたら継続率持ってるんかもしれんね。あ、いいとこ引いてるんかもしれんね。引いてますけどね。うん、別に何も出ないですね。うん、白とか出たらいいんですよね、確かね。昨日言うてましたけどね。いやもうカリメロ君さっきまでめちゃくちゃ楽しそうやったのに、急に急に静かなって思って。まあでも通常時は通常時で面白いところをもちろんな、もちろんな。これでも友達とうちに行っててさ、まあ例えばカリメロ君と店長ね、まあまあこう乗り打ち、乗り打ちとかね、こう一緒にうちに行って店長だけ出てたらやっぱあれやな、カリメロ君静かになってまうよな。そうですね、まあ友達とうちに行った時とかも特にそうなんですけど、おう、大体パチンコにしてもスロットにしても僕遅いんですよ。あ、出だしが、はい、あ、そうなんや。でもこんな展開も全然あるってこと。そうですね。あっち座っとけよかったとか。これも言い訳なんすかね。言い訳。
いやどうやろうな、継続数は上にあと2つとか出てほしいね。確かに、まあ、でも赤文字やからこれあれね、ストップ多分消化ですよね。すごいね、まあバジもね、ハーデスも割と重たい台ですけど、この放送中にね、こう千枚突破ってなればなかなかないんで、引きは良かったなと思いますね、今日は。なんか欲しいっすわ。祝言どれぐらいやったっけ、確率。フリーズってことですか。フリーズ、フリーズ、うん。フリーズは65536です。ああ、6万5千分の1か。引いてほしいけどな。ただ、レア子役からは結構確率変わります。あ、そうなんや。一番重いのが共通ベルが53万分の1なんで。あー、53万分の1な。あ、ホッパー選びましたね。まだあるだろうと思ってたのに負けるとへこむ。あ、ストップか。まあ、確かに歌変わってたらね、なんかこう、ああ、安心感ありますけど、ちょっと歌なかったらね、怖いですよね。ちょっと悔しいな。カリメロがフリーズ引くのが先か予想一戦出しちゃうか。後期来たけどな。タコさんの台はね、結構淡々と消化中ちょっと見せ場来てくれたらいいんですけど、ね、そうやな、あれからちょっと静かになってほしい。ちょっとあれやね、わちゃっとしたけどね、ちょっと安定に戻っちゃいましたね。で、多分またゲーム数の終わりかけぐらいになんかあったらいいなと思って。なるほどな、わちゃわちゃ来そう。カリメロ君のフリーズ待ちの間に寝落ちしそうでまあレバーオンしてる限りはね、どうなるかは分かりませんけどね。そうですね、僕も寝るまで回すんで寝るまで、どういうこと寝るまで回すのどうする。まああれやな、ツイッター中継になるけどリールロックが見たいって言われてるな。そうやな、さっきせめて紫染まってくれてたんだね確かに。でもね、カリメロ君男女屋敷ったから。そうですね、あの弱チェから今行ったんで、うん、モードには期待できるかなと。なるほど、終わるかな。終わりそう。あ、天井の台はちょっとやばい。もう終わりそうっすね。うん、やばいかな。もうってことはフリーズしかない。あれ、うわ、まだあった。カリメロ、カリメロ子の顔まだあったんかいみたいな顔してる。あ、でも負け物赤文字、いいんちゃう。あ、来た、当たりました、来たんちゃう。ドヤメロ来る、ドヤメロ。もう次、それを見せればフリーズ引いた。フリーズ引いた。そうやな。じゃあそれぐらいじゃもうウキウキせえ。朝までドヤメロ配信、ドヤメロ配信多分もう引く頃には廃止みたいになってるかもしれない、もう疲れてね、言うてやっぱ1日日、ね、打ってもフリーズ出ない時ももちろんありますしね。そうですね、結構無理ですね。ねえ、ゴッドやったらね。まあ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 、そうですね、8192分の1か、だからなくはないよな。ハーデスって押し順ローマ数字あるんでしたっけ。あー、どうでしたっけ。あるのかな、見たことないっすけどね、回線でしょ。ドヤメロ、明日も金タイツでええぞまた金タイツ、また罰ゲーム金タイツ
カリメル落ちたやんけって言われた。落ちましたね。チャンリブ引いたんすけど、75% 外しました。入ってないやん。入ってなかった。いやフリーズ言うから贅沢言うなよって当たらんかった。おぉ、いきなり来たね。フリーズフリーズ金メロ、金メロ来た、金メロ。顔がいきなり、いきなり来た。すごい真剣ですよ。そう、ちょっとフリーズじゃないの。金メロ、金メロちゃう違う。多分さっきね、男女屋敷のあれあったもん。かそしたら全長長いんで、おう入ってるかもね。謎あたりじゃないですか、長高の。さあどうだろう。あーちゃうんかい。同色、同色ってことは高格か低格の謎あたり。謎あたり、いや無双一戦引こうぜって言われてるよ、カリムロ君。無双一戦、無双一戦一番苦手なやつ。一番苦手なやん。1日に8回入れて成功したん1回だけです。8分の1つらいね。まあ確かにな、振動術無双一戦祝言は見たいところではあるけどな。毎日打ってて一回やるかなって感じよね。一週間のうち一回ぐらい。えぐ。あ、天井の台はやばいかな。もう多分そろそろあれかな。もう終わりそうですね。1200枚、1200枚、11点まで行きましたね。おーすごい。あー終わった。もうフリーズしかない、フリーズしかない。ドヤメロコンが入るかやなあとは。いやこういう時に強化薬欲しいですね。強化薬欲しい。オールウェル無理やったもんな。あでも赤いざ巻いてるやん。もう前いざ巻いとったで。いける？おー入った。店長が終わったら次ドヤメロのパターンターンになるな。私は 50% ぐらいで入るって。あもうそう一戦かな。からあれか、しんどいやったな。そうですね。そう、公式発表やったら 40% ぐらいって言われてたと思います。なるほどね。そういつね、入る気しないですよ。なんかあそこだけ引き強いとかあるもんね、こう勝負強い。チャンス。わたこさん、チャンス来ましたけどね。乗らんかったっすね。店長、フリーズ早うって言われてる。ちょっと待って。とりあえずあれやな、おお上乗せか。上乗せ。残念残念、ゴッドではなかった。ゲーム数はまだまだあと305ゲームあります。あ そうそうそう、やっぱすごいね。入るんだけど目押しができないから一つも揃わないけどね。なるほどな。まあでもね、入れるのすごいですからね。すごいな、ハーデス。今、トータル何枚ですか？ハーデス。何枚いきました？あ、ハーデスですか？はいはい。682枚です。で、まあ300ゲームぐらいあるから、そうやね、2000枚ぐらい？そう。まあ1600枚ぐらいは出るかなっていう感じです。すごいな。まだ乗るやろそっから。まあそうですね、300ゲームあったら乗りそうやけどな。っていうよりゴッド引くかな。お前ゴッドがリールロック、リールロックからのプチュンガーみたいです。いやもう贅沢は言わないんで普通に。とりあえずゴッドくれな。僕は言わないんで、もうフリーズだけ引かせてもらえる。いやー、ほんとこの1レバーでいいんだよね。あの、スーってなるのがドヤメロ君、これはどう？危ない？危ないですね。危ない、単発で終わりそう。レア子役が特定の子役を引けない。ホッパーエラー来た。
カリメロ負けそう。やばい。おぼろじゃーん。早いな。早いな。これが最近負ける理由です。確かに最近負ける腕だな、さっきの。最初は良かったのにな。店長、一応どうします？今ハーデスだけ300ぐらい残ってんのかな。一応絆は今2台ともちょっと通常落ちちゃいましたけど、いけないですね。いけないですね。今ちょうど時間が1時5分なんで、どうします？15分ぐらいまでにしておきます。そうですね、もう時間決めましょう。そうですね、1時15分までどやめろ、どやれず。お前分かれへんね、ほんまに。でもね、フリーズヒーターどうやっていい。いや、ほんと振動術直撃の可能性もね、あるかもしれんし。10分やったらハーデスは300ゲームは消化できんのか。いや、無理です。無理か。全然100はいけますね。あ、100消化ぐらいか。じゃあ100ゲーム以内にね、ちょっと。そうですね、なんか見せ場作りたいですね。プチュンプチュンプチュン来るかも。じゃあ、15分だね。そうやな、フレーズ引いた時も確かに絆5台ぐらいね、分回して引いたんすか。フリーズじゃなくて、振動術かな、確か。は、1台だけ入りましたね、そういえば。で、エンディングまで行ったんかな、あれ。確か。何十連かしてたのは、なんか覚えてますからね。お父さんステージ、何も弾けないね、って。店長は同色。カリメロ君もおぼろじゃん。僕はここでダブルゾロイをする。ダブルゾロイ。ゲームスケッチは選ばないです。なるほど。バタコさん落ちたって言われそう、ドヤメロ君はおぼろちゃんの告知が多いんですって、プライベートではね。あんまりじゃあ天然とかは選ばないの。なんか一発告示好きな人結構多そうですけどね。結構死ごろ確定とか出た場合は天然にします。あ、なるほどね。まあやっぱ設定見るんやったらあれやもんね、源之助の方がいいもんな。そうですね。何ブルブル？チャージ。ワロセですね。チャージ。ワロセですね。ナゴロタン。50です。ドヤコさん、またドヤコさん。ドヤコさん。おお、またさらに上乗せ。ハーデス、ええ感じやな。アテンジも赤まで行きましたけどね。これでも同色逃しました。連打。赤。うわ、いざマイル来なかったもんね。残念。男なら天然一択って言われてますけど、まあ天然もそうやな、配信とかはね、結構天然の方がやっぱ入るから選ぶ人いるけど、プライベートやったらやっぱ源之助の方が多いんちゃうんかなね。そうですね、逆に天然選ぶのはあんまり見ないですね。あ、本当。まあ本当にだから、カリメロ君が言うようにもちょっとある程度設定推測できて、まあ、あとはあれやな、多分一発告知やろうっていう人は天然選ぶんかな。そうですね、あと確定とかしてたらやっぱり選ぶと。はいはい。ああ、なるほどな。はい。トカレ申した聞きたいもんな。そうですね。あそこ唯一天然が笑うところなんで。ギヤってするとこな。カリメロ巻物と境地引いたのになぁ。そうですね、ま、チャンリプ2発と境地一発外しました。バディ2の時に一撃だったっけ、波乱だったっけ。
あー、カリメロ君どうなん、バジ2打ってた？あんまり打ったことはないですね。もうあれか、バジ2の時ってギリ、あれ、もうスロットは打ちに行ける年齢やったの？中学生ぐらい。そうやな、そうやな。まあ、バタコさんと店長はね、行ける、行けてたと思うけどな。波乱2の方が相性良かったっすよ。あ、本当に。そうやな、バジ2だいぶ前やもんね。そういえばキコちゃんでやるハーデスこんなに出たことなかったんじゃない？いやいや、うん、出たことはあるよ。ゴッドインゴッド引いてるゾーンとかもあったからね。ただまあ、もうほんまそれは運かなって感じかな。なかなかね、あんまりゴッドはなあ、設定関係ないもんな。引いたもん勝ちっていう感じだったから、本当にオールベル。おうおう、今ちょっとあれやな、声が高鳴った。オールベル。オールベル。どうやってきた。お前どうやってきましたね。言うたのに。まあでもオールベル出すって言ったからな、一応有言実行やね。すごい。だからフリーズやってどうやって。そうやねんな、ちょっと残念ながらあれないけど。やってもた。あ、ペナった今。あれあれ今ペやった。どうやったなんか。ドヤメロになった。一撃は勝負というか、ね、そうやな。私もね、バジ初代とか打ってたけども、2ぐらいになってたら多分もうスロット打ってなかったからな。配信でちょっと見てるぐらいやったかな。あ、一撃が勝負、なるほどね。あ、そっかそっか、波乱安定勝負やったっけ。あと5分ぐらいですか。まあ、あと4分ですね。4分でフリーズか。いや、ほんまに引いたらすごいけどね。何回チャンスあるかな。何回レバーオンできるか。そうやな、1分。40、50回、もっといけるか。40、50回で6万分の1引いたらすごいけどね。ほんまに。まあ、バタコさんもほんとハーデスのいい時のハーデスって感じだな。残念ながらゴッドじゃなかったけど。まあ、ゴッドに頼らないハーデスの出し方みたいになってますね。確かに。確かに、確かにそうだね。まあ、それ言うたら店長もまあ、1200、300枚は出たからね。カリメロが無双一戦引いて終わる映画みたい。無双一戦、いやー難しいかな。これ本当に噛み合わない。噛み合わない。そうやね、噛み合うまではやっぱ大変やな。すぐどうやるからやね。オールベルってどうやってもうたから。いややばい、体が勝手に、体が勝手にやばい。あ、でも赤文字やな。やばい。あ、よかったよかった。まあ一応継続やけどね。単発終わりじゃないからよかった。単発は嫌です。いやいや。でも今のところスルーが1回だけなんで。そうだね、入ってんのは入ってるよね。さあ、あと2分、あと2分。どんだけレバーをオンできるか。確率を上げないと。そうですね。で、焦ってペナルとか。ゴッドは？さあ、ゴッドは順調に消化しております。門が出てきてほしいですね、やっぱり。赤扉もう一回欲しいね。はい。スロットもデモ出し効果とかあるんですかねって言われてますけどね。どうやろう、カリメロ君、あのもううんともすんとも言わんときってどうなん、一回なんかこう席立ったりする。あ、立つことはないですけど、あの、振動術とかあんまり乗らんときは
こうやってやる。あ、そうなるほどな。でも気持ちの持ちよう、気持ちのちょっとリセット感覚になるよね、なんかね。そうですね、まあ、あ、なるほどな、そういうことな。バタコさんと店長あんまその辺は気にしないですか？全く気にしないです。あ、バタコさん気にしない。そうですね、あんま気にしない。そうか、カリメロ君は割とあれやな、結構気にします。気にするタイプ。あ、バジリスクチャンス確定したけどな。バジリスクチャンス確定したらあかんのっすよ。そうだね、確定してしもたもんな。あの稲妻が走らないと。確定早かったねって言われてますけどね、ちょっと残念ながら。これダブルゾロにならいいね。いやちょっと、ちょっとなんかあれやね。もったいないじゃもったいないよな。なんだよろ。じゃあカリメロ君があれやな、あと3回ベル引いた終わろうか。あと3回、あと3回いけると思ったの。いやー、行きたかった。さあな、今日の取れ高はもうあれかな、ケルベロスの3桁。いや、まあプッシュボタンのやつもあんまり見れないんで。あ、確かにね、デカプッシュ。途中、途中3桁ね、100ゲームのしたけどね。え、誰が結局いっちゃんのけた、はい、何でしたっけ。いや、犬で中段リプレイがいっちゃん乗りましたね。まあなかなかその展開もないけどね。いやでも犬は意外と、犬の時はエアエク絶対乗るんで。ああそう。で中段リプレイが意外に3桁乗る可能性が高くて、まあ、今日はそこはちょっと見せれた。無理ですね。無理ですね。はい、じゃあ一回一旦あれしようか。はい、引き取りますこっちからね。気づきました。2台じゃ無理か。現実的じゃないな。カリメロそれまでやって。ああこれ最後か。後で、後でな、打てるんやって打ってもらおうか。じゃあできへんもんや。いやーそうやな、まあ普通にうちにいてもなかなかねフリーズ引けないこともあるけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで本日はね、12月で一応適用がね決まっております。バジリスク絆と、アナザーゴッドハーデスの2機種の手段になりましたけども、どうですか、おのおのそれぞれ力発揮できましたか？残念ながら思ったようにはいかなかったです。一応まあ1000枚突破はね、絆、店長の絆と、ハーデスのバタコさん、はい、トータルじゃああれか、今が1000枚ぐらい？ハーデス。ハーデス、そうです。1100枚ぐらいで残り200。プラス、あ、200ゲーム残ってるから、はい、まあ1600ぐらい。まあでもこの短時間でよく出たね。はい。それはすごい。問題はドヤメロ君なんやけど。ドヤメロ君な、ちょっと範囲ちょっと教えてもらっていいか。範囲ですか？範囲、うん。最高3連ぐらいじゃない？ 3 連か。3連。いやでも、あの AT が続くかもしれないですね。往生際が言い訳ばっかり。なるほどな。あ、どうでした？バジ楽しかった？いや、やっぱり楽しいですね。で負けてても楽しいです。負けても楽しい。いや確かにあの前回のガロ比べたらめちゃくちゃ喋っとったもんな。びっくりしたわ。やっぱな、好きな台な打ってもらうのがええなと思いましたけどね。まあまあうざかったっすよ。店長横やったもんな。これガッツポーズ面白かったけどね。どこを見てんのか、横を見て。AT 入りましたっていう。ドヤメロ入っとったから。カメラ見るわけじゃなくて。そうだね、ちょっと、ちょっとあんまないじゃん。どこの横を見てるんか分からん。次回はね、でもちょっとカメラちゃんと見てもらうようにした方がいいかもしれないな。はい。明日とうとうの日ということで、ああそうそう、じゃあね、心地ちょっととりあえずしてもらおうかな。そういうことです。ほんまやん、はい、とうとうの日ってお手洗いの日やな。ほんまや、当店のトイレに。ほんまやわ。はい、3月10日ねグランドもしましたということで、はい、はい、ぜひ10月10日、はい、入場方法がね若干違うということなので、こちらだけお間違えないように、はい、はい、詳しくは P ワールド、LINE 等でチェックしてもらえたらいいかなと思います。お願いします、はい、お願いします。俺についてこいって言ってるんでね、ついていってください皆さん、ぜひね。よろしくお願いします。はい、どうします、なんか店長ドヤメロ君何してもらおうじゃん。あ、なんかあります。なんかな、なんかどうすよ、なんかどうしようかな、どうする、なんかする、なんかするっていうのも変やけど、なんかあるなら
なんかあるなら。あー、なんかな、なんかどうしよう。前回は金太一やったもんね。そうですね、金太、金、はい、金太。金太、金太。そうやな、一応、電気かにがりぐらいしかないけど、今日。にがりってなんすか？にがり。にがりって知ってる？知らない。マグネシウムなんやけど。あ、マグネシウム足りないんですよ。マグネシウム足りないでどういうこと？にがり？じゃあこれちょっとあの注いでねもらって、はい、じゃああの飲んでも大丈夫なんですか？全然大丈夫、だって栄養機能食品やもん。水600ミリに本品15ミリ程度を目安に薄めてお召し上がりください。でこのチャンネルではね、健康をね重視してますんで。ちょっとね、この子ほんまに好き嫌いとかすごい多いんですよ。あ、それ多分ね、ポッチをね、ちょっと外さんとダメ。あ、これ用ですか。はい。まあちょっとそれ飲んだ後にね、リアクション1個か2個いただけたらありがたいな。贅沢なやつなんでね。これぐらい？にがりゲリラ。え、このまま飲む。ちょっと飲んでみる？ちょびちょびあかんで。飲んだ。どこ向くねえ。なんとも言えない。飲める？まあ飲めなくはないです。ちょっと飲んどき。飲んじゃい。体に。あ、塩水、海水の塩水。ほんまに？にがりってまあまあ苦いで。なんか海水飲んだ時の味です。ほんま？しょっぱい。そう、あ、そうですね、しょっぱいです。美味しくはない。美味しくはないです。まあ豆腐とか作る時に。あ、そうそう、そういうことね。じゃあ今のを踏まえてちょっとリアクションやってみてもらっていい？もう一回いく。もう一回、あ、そういうこと。結構なんかピリピリするんですけど。ちょっとにしとこう。電気はいらん？電気あるで。電気はいらんって言われて。若干ちょっとね、飲んで、だからもうちょっと関西人らしくちょっとやってみる。リアクションする？うん、リアクションちょっと頑張ってみて。一番やりにくいパターンやけどな。あ、でも主任の方がな、結構露骨な顔してくれるで多分。あー、コップあるけどね。やってみる。え、ちょっと一口もらいますね、これ。こういうの好きやろ、多分。はい。本当に海水ド M なんですよ。確かにド M はド M やな。彼は。じゃあバタコさん、はい、ちょっとリアクション見して。うっとか言う。あかんやん。いやいや、顔変顔せんの。ちょっとダンディーバタコに変わったけど。これ美味しくはないですね。なんか顔アンパンマンみたいな。どうなん、海水なん。もっと苦いかなと思ったんですけど、結構しょっぱいから。しょっぱいよ。でも いけてしまうから俺は。そう、便秘にいいんだよって言ってますけどね。はい、ということで、本日残念ながらちょっとね、フリーズとゴッドは弾けなかったんですけど。まさかでしたね。まさか弾くつもりやったよ。まあでもまあまあね、やっぱ確率っていうのは難しいもんで、もうこれはやっぱりお客様にね、弾いていただいてね、笑顔で書いていただくのがね、一番いいかなと思いますので、ぜひ、かのこ台ね、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい。ということで、きこなチャンネル、次がね、12日なんですが、なんと尼崎ということでね、元ここの店長、何のつながりかよく分かれへんねんけど、尼崎店の放送になりますんでね、またぜひ。あと、台風がちょっと近づいてるそうなので、あ、12日でしょ。そう、12日とか13日、ちょっとね、あの全国的にあの台風がちょっとどういう進路で来るかがまだちょっと定まってない。そうなんで、本当にあの被害ね、またちょっとひどかったらちょっと大変なんでね、ちょっと対策だけできたらいいなと思いますんで、はい、あの気をつけてください皆さんね。さ、そうや、ちょうどね3連休ですしね、ちょっと頭はちょっとお出かけしない方がいいんじゃないですかね。まあそうですね、ちょっとね、こうお店来てもらいたいけど、ちょっと無理して来られてもね、こうやっぱお店もなんかこう停電とかなっても大変やしな。まあ、ちょっとあんまりこう、ちょっとね、天気予報を見ながらちょっとね、お出かけの準備を。明日、明日。そうですね、明日来てください、皆さん。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、きょうまチャンネルこんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それでは、さよなら、おやすみなさい。バイバーイ。
いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。